ブギスに来ました。時間があったけどね。はい。ね、ブギスジャンクション行ってみようか。ホテルの、ホスピタル行ってもしょうがないからね。ブギスはね、どっちかっていうと、若い人向けの街かな。はい。向こう行こう、向こう。はい、若い人向けの街になりますね。はい。これ登っていけば、はい、この大通りに出るかな。はい、ここね、ブギスですね。はい、他にも若い人向けって感じだよね。ショッピングモールというか、ショッピング、なんだ、屋台のストレート、ストリートですよね。で、それがね、あそこになります。向こう側、向こう、反対側出てきたから、あそこになります。ここ。いろいろね、あそこにね、食べ物が、食べ物とか、ちょっとしたアクセサリーとかね、そういうものがたくさん置いてます。はい。もうここもね、結構おすすめだと思いますね。女性にもおすすめかな。うん。で、こちら側、これはね、ジャンクション、ジャンクションってショッピングモールで、はい。ね、この中にも結構、若い人向けの、特に女性だね、女性向けの、ものが売ってます。ただね、日本と、シンガポールのね、そのファッション、ちょっと違うからね、それを日本、シンガポールで服買って、で、日本で着れるかって言ったら、ちょっと微妙なところもあるかもしれないね。うん、ちょっとアジアンチック、そうね、アジアンチックのファッションにはなっちゃうんだよね。で、あそこにね、ユニクロがあります。ユニクロね。あとね、弥生県がね、どっかこの辺にあった気がする。あそこら辺、どっか、忘れちゃった。とにかくあそこ行ってみようかね。で、今ね、スコールです。はい、スコールですね。すごいスコール。傘持ってるから、傘いいだけの話なんだけど、めんどくさいから、次、青になったら、渡っちゃおうと思います。足でね。はい。で、あそこをね、ちょっと通っていこうかなと思います。で、あそこ通り抜けても、確かね、ちょっとしたショッピングセンターとかがあったはずなので、そうね、本当になんか安く買いたいっていうんであれば、向こう側、奥の方を向けた方が安いかな。うん、はい、青になったね。はい、今ね、向こうにいました。向こうからこっち。こっちの出口に出るよって話だったんだけど、もう暗いからしょうがないです。はい。こういう形になってます。一応アーケードでずっとあるので、ここ安いんですよね。1.5 ドルとか1ドルじゃなくて、ここはね、安いですよ。ジュースがね。はい。だいたい2ドルぐらいからだからね。うん。アクセサリーとか、あとちょっとした飲み物とか、あとはそうね、スナック類かな、フライドチキンとかそういうものが昔はあったけど、今どうなんだろう、ね、はい、すごい雨だね。雨降ったからブギスに来たんだけどねこうやってアーケードがあるから、そう、2階も3階にもあるんだよね。行ってみようか。別に、ちょっと女の子向けなんだよね、確かね。2階っていうか、もうこの建物自体がもう女の子向けなんで、私が入ってること自体がちょっとって感じなんだけど、ほとんど女の子だよね。いたとしても女の子じゃない、デート、ね、女の子と一緒っていう感じですね。はい、男物は見たことがございません。はい、ここではね、観光ということでいいんじゃないでしょうか。はい、一回ね、ここにね、連れてこられたっていうかね、一緒に来たことがあります。語学学校に通ってるっていうね、女の子が買い物行くから、みんなでですよ。3人、4人ぐらいで、行くとか言われて。
あ、じゃあ行ってできました。基本ね、行動はね、日本もベトナムもタイも変わりません。はい、だらだら見て、それで帰っていくと、そういう感じですかね。はい、下降りてみようか。下降りるか。ね、あ、上にもあるみたいなんだけどね。3階もあるみたいですけど、まあ、同じようなもんだから、まあ、いいでしょう。降りてきました。あ、そうね、あ、感覚的にはドン・キホーテに似てるかな。そうだね、ドン・キホーテだね。はい、この辺にはちょっとしたスナック類が売ってますね。比較的ちょっと安め、ですよね、ドイツはね、他のところに比べて。チャイナタウンもあの場所によってはやりやすいんですけど、お店に入るとちょっと高いかな。うん、安さだったらこっちのブギスの方がちょっと安いような感じがしますね。1ドル、1.5 ドルを超えてますね。はい、ここがね、出口のところです。ただもうここから先は傘が必要なんですよね。なので、でそこにね、あのフルーツが売ってます。ドリアも売ってます。はい、ね、興味のある方は食べてみてください、ドリアね。ただシンガポールはちょっと高いかな。あるのかな、ドリア。あれはジャックフルーツだね。バンコク、バルク、フルコ、あ、全部一緒なんだ。メロン、カメロン、これわかんない。あれは、マンゴーかな。で、ジャックフルーツだね。はい、ドリアンがね、5ドルで売ってるんですけど、まあまだありません。本当に5ドルってのは本当にこんな小さい感じになっちゃうかな。グアバでしょ、なんで、なんだっけ、パパイヤでしょ。で、あれがパッションフルーツですね。でザクロもあります。で柿もあります。はい、で向こう側ちょっと見えないけどドラゴンフルーツね、赤いやつ。でこれ向こうに行ってもね、あのいろいろあります。はい、雨だからどうしようかなって感じだけど、でフードコートもそこにあるので、ね、そこ結構大きいフードコートです。はい、ね、あのドリアンをね食べたいっていう人はね、ここに来れば大体食べれるかなと思います。あ、向こう側に置いてあるかな。ちょっと雨降ってたらあれなんだけど、まあいいです。これがドラゴンフルーツね、パパイヤね。あ、2ドルで売ってるんだ。2ドルか。あ、でもあんまり良くないのかな。5ドル、3ドル、多分ね、向こうに行けば行くほど、匂いが強いんだろうね。手前のがちょっと匂いが弱いし、もしくは品質がいまいちっていう感じなのかな。そんな感じだと思う。で、あそこもね、なんか屋台的な、屋台というか、ナイトマーケット的な、ショッピングモールになりますので、ここも遊べます。はい、ですのでね、ブギスはね、若い女の人向け、ですね、ぜひ行って来られてはいかがですかね。はい、まあ、おすすめのところですかね。お土産買うのにも多分安いと思いますよ。チャイナタウン行くよりこっちの方が安いかもしれない。なんかキーホルダーとかそういうの買うのもいいかな。はい、はい、こっち側、今ね、ブギスジャンクションの方にいます。今、さっき言ってたのが、あっちは、なんだ、屋台じゃないけど、ナイトマーケットもどきのようなところですね。ここは、MRT の入り口のあるところですね。こっちが、ブギスジャンクションですね。で、ここもね、ちょっとおしゃれっぽい形に感じが気になってますね。もう、だいぶやんできたね。うん、まあ、スコールだから。ね、パーッと振ってパーッとやるっていう感じだね。はい、
分かりません分かりません、はい、これもここもねアーケードみたいになってるので、はい、結構ねおしゃれです。ただ反対側のね、反対側に比べるとちょっと価格は高めかな、うん、だから安い中お土産、ちょっとしたお土産を買うんだったら逆の向こう側行った方がいいです。で、ちょっとおしゃれに見たいなというんだけど、こっちかな、こっち側の方がいいかもしれませんね。でここねアーケードがあるので非常に雨の天気も全然問題なく見れるので、そうね、反対側のブギスもそうですよね。反対側のブギスというかね、反対側の方もね雨降っても問題はございませんね。チャイナタウンはね、アーケードないです、ないです、はい、ないので、雨が降ったら濡れます、はい。でシンガポールはね雨季は必ず折りたたみの傘ね、これ持って、引いてください。いつ雨が降ってもおかしくないので、昔よりも華やかになったね。昔はね、ここまだ私がいた頃は出来たてでした。だからね、こういう真ん中のお店もね あったはあったけど、そんなに多くはなかったですね、はい。で人通りもね意外に少なかった記憶がありますね、はい。そこまで多くなかったです、はい。で上はね、レストランとかが多いですかね、うん。一応なんかファッションもなんていうのあるんだけど、フードコートもあったはずです、はい、あったはずです。何回とかそんな記憶がある。あ当時はね、うん、ただ今はどうかわからないけど、まあそうだよね。ああいうのちゃんとしたレストランとか、あと上の方にはフードコートがあります、うん。いやここ涼しいね、クーラー効いてるんだね、アーケードでもね、はい。ちょっとこの建物の中入ってみましょうか。建物の中もねあれですよ、なんか何オフィスとかじゃなくて、ショッピングセンターだったらショッピングもできます。であと食事もね、あそこね、あそうだね、あそこだね、食事もできますので、はい、楽しめると思いますよ、はい。まあ私はあんまりね、あ男だからね、ブギスには来なかったですよね、うん。まあブギスに行くのはまあ女の子が中心かな、うん、ね。あ味仙ラーメンね、味仙はね、昔は確か日本の料理だ、会社だったのかな。でも今はもう日本の会社ではないというふうに聞いてます、はい。チェーン店です。アジアを中心にしたチェーン店のラーメンの店ですね、はい。上上がってみましょうか、ね、はい。ここ、3階ですね、はい。吹き抜けで行くのが3階ね、はい。昔はねこっち側がフードコートだった気がするんですが、あ違うんだ、あ紀ノ国屋がある、あそうだここ紀ノ国屋があったな、そうだオーチャード行こう、紀ノ国屋で本買わなきゃ。でこれゴンチャです、ゴンチャ。おっそれ日本だとね、日本で結構もう有名にはなってると思うんですけれども、まあ、当時はね、当時ももうゴンチャありましたよね、はい。こっちはタピオカとは言わないですよね、パールですよね、はい、パールですね、まあ、タピオカでも言いますけど、パール入りかパール入りじゃないかっていう形で、オーダーしますね、基本はね、はい。あれ、ここは映画館かな、映画館っぽい そうだね。あここはここの車内だ降りよう、あ向こう側があれなんだね、フードコートじゃないね、違ったね。別にフードコート行っても何か食べるってわけでもないんだけどね。あちょっと紀ノ国屋寄っていこうかな、うん。よかった、
まあ、でもね、ここの紀ノ国屋はね、あんまり大きくないんですよ。ね、やっぱりオーチャードの紀ノ国屋の方が大きいです、全然。規模が全然違いますが、ここも確かに日本語の本を置いてあったと思いますね。はい、残念、ね、本がなかった。雑誌だけ、雑誌、日本語の、なんだ、本があるんですね。本というか雑誌、日本語の雑誌だけ、本もありません。うん、残念だね。オーチャード行かないといけないね。うん、まあ、しゃあないね。だいぶね、はい。あと、ハードディスクを買わなきゃいけないんだよね、ポータブルの。なので、あ、ちょっと見ていこうかな、値段ね。ベトナムで買った方が安いのかな。まあいいや。はい。はい、今ハードディスクを買いました。なんかね、メンバーになるとね、60ドル引きになってた。で、メンバーフィーで8、8ヶ月で8ドル。うん、1ヶ月1ドルですけど、これを払えば、50ドル、60ドル引き。だから50ドル引きだよね。で、買えました。4テラで1万2000円。いいの？そんなビジネスでっていうふうに思うけど、まあ、広告等々が送られてくるんでしょうね。はい。まあ、いいでしょう。うん、なので、あまり使わないメールアドレスにしときました。はい。メインのところじゃなくてね。はい。助かりました。ね。じゃあ、とりあえず、ゲストハウスに戻りますね。まあ、ブギスはこんな感じでいいです。はい。フードコートね、ここにあった。あ、そう、これフードコートです。はい。夜になると結構混みますよ、ここはね。はい、フードコートはね。うん。価格もそんな高くなかったと思います。はい。今はね、わかんないけど。ちょっと見てみるか、価格はね。うん。そうだね、そんな高くはないね。あ、リーズナブルだと思うね、ここは。うん、いいかもしれないね。うん、それはホームだね。肉ね。15ドル。16ドルぐらいか。うん。はい、シャッという感じですけど、うん、リーズナブルです。はい。うん、5ドル50でしょ。500円ぐらいか。500円。いやー、高くなったね。昔は1ドル60円だったからね、300円ね、300円でしたよ。うん、こういうところで、為替の強さとかっていうのが分かりますね。はい。